石丸さんの銀行時代の話ってあんまり表に出てないですよね。してないかもしれないですね、うん、アメリカのそのニューヨークのマンハッタン、はい、マンハッタンの中ですけど、もっといたんすか、はい、石丸さんだとなんかいろんなところで切れまくってそうな感じがあるのでなんか1年ぐらいで辞めちゃってもおかしくないんじゃないかっていうイメージを勝手に持ってるんですけど日経平均ちょっと下落いきなりして、でまあそれちょっと為替に連動してて、為替も結構動いてる、動いてます。端的に為替がこの後どうなるのかってことなんですけどアメリカの金融政策が世界の基軸通貨ドルの価値を決めるんですよ。利上げするぞって言ったらドル高になるし、利下げするぞって言ったらドル安になっていくっていう、はい、本当に基本のシンプルな分かりやすい力がそこにある。日本のドル円って基本的に海外要因に釣れることが多いですかね。日本にいるマーケット参加者も日本経済よりアメリカ経済の方が詳しいっていう人も結構多いぐらいですよね。やっぱり投資していてお金がかかってると、それに対して調べようとする意欲はそうじゃない場合とはやっぱ違うんじゃないですかね。石丸さんがニューヨークに前回赴任してた時、うん、まさにトランプ政権の時代だったんですよ。そうですね。そう、石丸さんトランプさんどう評価してるんですか。でもあの時は米中の貿易摩擦、うん、トランプさんが無理やり関税上げてこれの輸入が止めますみたいなことを言い出して、お金の動きが変わるんじゃないか、うん、あれがマーケットを結構ビビらせてた。ただトランプ自身はやっぱり株高大好き、株高のための政策アピールとかしますし、うん、金融業界の規制緩和っていうのも結構進めてきたんです。トランプに可能性なっ仮になったらどうなるってことですか、マーケットは。事実上のみたいな、事実上のとか、はいはいまあ、新聞も書きますけど、はいはい、あのこだわり何か意味あるのかなまあまあ呼び方は、まあ、日銀はなんかあんまりあの色をつけたくないっていうのはあるんでしょうけど、まあ、メディアとかがどう呼ぶかはまあそれぞれの解釈というか判断ですけど、ね、日銀文学というか、はい、あの中銀のセンテンスが大事なのはそうじゃないですか、はい、でもなんかあんまり細かいところこだわってもなっていう気がしますけどね。そうですね、面白い、そういう話をぜひ、うん、まあ、メディア的には、まあ、メディアの方持つつもりもそんなないんですけど日銀文学はやっぱ分かりにくいので一般の人に噛み砕く日銀の公文、まあ、日銀文学っていう言葉は結構あるんですよ昔からなんかいろいろその、まあ、役所っぽい言葉で回りくどくて何言ってるのかよく分からないけども、それぞれの言葉にはいろいろ実は意味があるみたいな、うんうん、ああ経済の見通しとかね。そうそうそう、はい、うん、だからあれですよ、僕が一時喋るときに定義はとかこだわるのは、うん、あれにかなり影響を受けてます。これもう待ってますかね、これね待ってるよ、はいはい、一言一句無駄にできないというなんかルールがあるじゃないですか。そうですね。で、うん、まあ、あの変な解釈を与えないとか、うん、微妙に変化したことによってここに意味があるんじゃないかって思われないようにもう固くなり同じ表現をずっと使うこともありますし、歴史的にね、そうかと思えばすごく差別な変化を変化として表現したりしますよね。そうですね、本当にそうですね。景気が持ち直しなのか底入れなのか底打ちなのか、はい、まさにまさに回復ってなかなか使わなかったりしますね、はい、そのだから文学を読み取るのはあの熟練のアナリストとか記者じゃないとわからないので、でそれで準備できましたんで何の打ち合わせもなく、しかも急に呼びかけた主催者が一番遅刻してくるっていうひどい、リアクスペシャル。今回はちょっと経済の森じゃないんですけど、はい、今、はい、日経平均ちょっと下落いきなりして、うんうん、でまあ、それちょっと為替に連動してて為替も結構動いてると、動いてます、ね、円高基調になってると、はい、で、まあ、その円印とかも含めちょっとアメリカ経済がかなりこう激動であると、うん、大統領選含め、うん、激動であるというような状況を踏まえ、ちょっと専門家の方と後藤さんに見解を伺いたいということで、はいはい、専門家がいらっしゃってるんです、ね、専門家の方ってどこに今から来るんですか、はい、三菱 UFJ 銀行の元ニューヨーク支店のアナリストでいらっしゃいました石丸真二さんです。よろしくお願いします。何回言いますけど元専門家ですか。元専門ですね元専門家、為替アナリスト的な感じなんでしたっけ。最後がそうでしたね。今日政治の話は一切しませんので、はい、金融の話 と、 あとちょっと銀行の働き方は興味あったので、銀行そうですよ聞きたいです。石丸さんの銀行時代の話ってあんまり表に出てないですよ、ね、してないかもしれないですね、うん、いやだから、まあ、あの差し支えない範囲ですけど私自身も興味あるのでいろいろ聞いてみたいですね本当に、はい、ぜひぜひ楽しみにします。どこら辺からいきましょう。その先銀行の話して経済よりも先に時事的な話して銀行行きましょうか。 どっちでもいいですよ、うん、はい、じゃあ後藤さんの方から基本的には後藤さんにお任せしようと思いつつ、はい、まず為替、はいはいはい、動き皆さん気になるところだと思うんで、
後藤さんのそこの解説からちょっと言っていいですか。まあせっかく石丸さん来てますからあんまりその辺長く話もったいないです、ね、まあサクッと言うと、7月の半ばぐらい10日ぐらいまでは為替162円1ドル162円ぐらいまで行く勢いだったんですけど、昨日一時151円台、ちょっと収録は今日7月26日の金曜日なんですけど、昨日の25日には一時151円90銭ぐらいまで行ったということで、わずか2週間で10円ぐらい動いているので、これはなかなかないことですよね、2週間で10円っていうのは。でそれまではまあ金利差がアメリカの方が金利高いのでドル買っておこうとか、そもそも貿易要因でもドルを買おうとする人が多いっていうことが言われて、まあ、ずっと歴史的な円安が進んできたんですが、まあ、ざっくり言うとその巻き戻しみたいなのが起こってるっていう感じですね。できっかけはいくつかあると言われてるんですけど、まあ、一つは、まあ、トランプさんが大統領になる可能性が意識されてる中でインタビューでそのドル高良くないと、これはまあ前の大統領時代にも言ってたことなんですけども、改めて強く言ってたりしてるので、まあ、これが是正されるかもしれないっていうのがまあ一つのきっかけですし、あとはまあ FRB アメリカの中央銀行ですね、まあ、9月にも利下げを始めるっていうのがかなり確実視されてきていて、今まで高い金利のドルを買っておこうって言ってたのがちょっと弱まってくるかもしれない。あとは逆に日本は日銀がこの7月に利上げするかもっていうような報道も出たりして、まあ、実際に7月やるかちょっとまだ分かんないんですけども、まあいずれにしてもその金利差は縮まる方向に行きそうだ、そんな要因がいろいろ重なったりして急激に為替が動いているというのがまあ今の状況ですね。ちょっとまあ配信時点では今あまりにも激しいので、いざ配信されている時には155円とか156円に戻っている可能性もあるぐらいの、それぐらい激しい動きになっているところですけどね、はい、石丸さん今の見解に関してはどう思います？いや、そうなんだ、石丸元アナリスト、そうなんだと思って、うん、でも非常に分かりやすい要因ですね、はい、うん、海外要因と国内要因で、うん、日本のドル円って基本的に海外要因に釣れることが多いですよね。そうですね、地銀がどうのこうのであんまり変わらないっていうのが基本にはあるんですけども、うん、ただ今回は一応日銀がそろそろ本気出すのかなみたいな利上げ、はい、いわゆる利上げですよね、うん、今ゼロ金利までマイナス金利解除したところから追加利上げっていう、まあ、言葉が踊ってるので、はい、ちょっとマーケット的には面白いのかなっていう気はします、ね、うん、そうですね、おっしゃる通りここ数年の日米の金利差ってアメリカがめちゃくちゃ利上げして、まあ、日銀はゼロで据え置いてたので広がってた、ゼロというかマイナス金利からゼロで据え置いてたので広がってたっていうのがあるんですけど、日銀ってそのアメリカみたいにこんなに利上げできないんですよね、うん、日本やっぱり経済がそんなに強くないのでアメリカみたいに、例えば金利を 2% 3% なんて上げてしまうと、まあ、住宅ローンも大変ですし、中小企業も大変ですし、まあ、景気が相当、クラッシュしてしまう恐れがあるということで、まあ、例えばこの先数年見ても、まあ、言っても 1% ぐらいだろうみたいな見方が多いんですね。なので金利差の変動要因というのは日銀がどうこうというのは基本アメリカによる部分がかなり大きいんですよね。でそのアメリカの局面が変わってきていて、でついでにまあ大きくはないけど、まあ、日銀も変化の方向性としては変わってきている、その辺が合わさって結構巻き戻されているというような感じですね。石丸さんってその三菱 UFJ 銀行で為替アナリストだったじゃないですか、最後はいろんな職種入ったと思うんですけど、はい、さっきねこの収録直前に、はい、まあ、その金利読み解くにはやっぱ日銀公文、あ、日銀文学でしたっけ、日銀文学、石丸公文ならず日銀公文的な日銀文学読み解く必要があるとか、あと多分そういうのあるんだったら FRB 文学もあると思うんですけど、うんうん、為替アナリストとして何を見てました、その為替見るとき。基本やっぱり何て言うんだっけ、攻め分ですよね、うん、はい、日銀もですし、フェドも FRB も毎回金融政策の決定会合の直後に今回こういう話し合いしましたっていうのを発表するんですよ、うん、それをいちいちチェックして、うん、何の言葉が変わったのか変わってないのかっていうのを読み解くのが最初ですね、うん、その日銀公文の人読み方を教えてくださいよと、まず現状認識ですよね、景気の認識っていうところがあって、はい、今の景気が上向いてるのか下向いてるのかっていうのを細かく表現するんですよ、はい、例えば、景気の基調がなんか持ち直しなのか、はい、回復なのか、と底入れなのか、はい、プラスの表現でも全部今強さが違うんですよ、今の3つ日銀公文的には違う、違います、はい、回復っていうと結構強気なんですよ、うん、持ち直しっていうとこの局面ですね、はい、底入れっていうと下げ止まりから底入れから、まだ V に行ってないんだ、ね、はい、ここだ、はいはい、で日本経済って基本弱いんで、うん、なかなかこうならないんですよ、うん、震災の直後とかリーマンショックの後はさすがにものすごく落ちたんでポーンとこう跳ねる、うん、ここがまあ持ち直しなんですけど、うん、基本だらだら弱くなってるんで、うん、なんか底入れとか底打ち、うんうん、
であとはなんか底倍みたいな、はい、基本弱いですよ ね, とかね、はい、一番強いのは多分拡大なんですけど、はい、もうめったに使われることないですね、うん、拡大この多分20年間で本当にごく一時期ぐらいしか使われてない、うん、拡大って言ったらちょっと引き締めにかかってるぐらいのテンションなんですか。引き締めにとか、まあ、景気自体はすごく強い、うん、まあ、もちろんその強すぎる景気を抑えるために金利でこう引き締めていく可能性はありますけども、うん、はい、まあ、かなり、まあ、日本経済の中では相対的にすごく明るい時期には使われる感じですね、うん、なるほど、うん、そのじゃあ日本日銀文学公文読み解いてその後何するんですか。何してて今の日銀がどっちを向いてるのかっていうのをみんなで探り合うんです。まず探るじゃないですか、はい、でもまあ三菱の入浴資格が2000万ぐらい回ってるじゃないですか。他にもいっぱい仕事して分析するわけじゃないですか。でその次何するんですか。今のなんだろうな、あの答え合わせをマーケット参加者全員でやるんですね。日銀は今こう立ち上がろうとしたのか、うん、いや足をかいてるだけなのかみたいなのを、うん、みんなで答え合わせして日銀の真意を測るんです。でも日銀自体はそれをはっきり言わないんですね、はい、さっき後藤さんからお話があった利上げするかもっていうのも、うんうん、なんとなく似合わせておきながら、うん、でもあ僕ちょうど聞いてみたかったのが、はい、日経新聞とかで、うん、なんか観測記事みたいなの出てるんですか。あれ誰が出してるんですか。誰が出してるというか、まあ、それはまあケースバイケースだと思います、うん、ただまあ入念に取材はしてるわけですね、うん、日銀の中も取材してますし、うん、当然政府とか関連するところも取材しているし、関連するまあ金融業界の人たちも取材してる、うん、その総合判断としか言えないですし、観測記事って、あの、うん、日銀の決定会合が来週の、うん、まあ、でも何日あるとしたら、うん、はい、そのちょっと前に日経新聞とかが大体なんか次利上げに動くみたいな記事を出されるんです、うん、はい、でそれを見てマーケットがあやっぱり利上げなんだみたいな答え合わせをして、うん、はい、で大体その時点でもう織り込み済みなんですよね、はいはいはい、で、まあ、来週利上げが実際あってもあんまりもうマーケットは反応しなくて、はい、むしろこの答え合わせまでの時間が一番動いてたんです、うん、そこを見てないといけないんだ、はい、それは日経新聞取んなきゃいけないの。日経もそうだけど日経に限らずロイターとかブルームバーグとか時事通信とかもよくこう打つことがあって、今回に関しては数日前にロイターが、日銀来週利上げを検討、検討なのでやるとは言ってないんですよ、まあ、検討はするでしょう、やっていいのかどうかって絶対検討するんでしょう。それは議論はあの1秒もしなかったらそれは変ですから、だらゆる、ね、選択肢は可能性だって言ってましたよ誰か。なので検討する検討するが誤報になることはないので、ある意味逃げの余地のある見出しでもあるんですけど、まあでもそれでもそれでマーケット動いたりしてるような感じですね。だから各紙そうやって、ニュースを抜くことっていうのは、まあ、かなり記者も頑張ってるわけですよ。ただまあ日銀これはまああの一般論ですよ。日銀の立場に立ってみて記者をこう例えば特定の記者を呼んで実はあの利上げの可能性高いよとかって言うかっていうと、そんな可能性多分極めて低いんですよ。なぜかというとやっぱりその金融政策ってものすごく大事ですし、為替とか株もものすごく動くわけですよね、うん、でそれを完全にコントロールできるわけでもない記者っていうものを媒介に使って、うん、発信するなんてことはめちゃくちゃリスクが高いわけですよね、うんうん、こうだよって言ってもその通り記者って書くわけとも限らないわけじゃないですか、うん、そんな不確実な経路を使って自ら明かすわけないですし、で過去にはその事前に報道が流れたことによってあの野党を含めて政治家がものすごく怒って総裁が呼び出されたりとかですね、うん、そういうこともあったわけですよ。だから情報管理上日銀があのメディアを使って何かこうリークして積極的にリークしてやるっていうのは常識的には考えづらいっていうのが普通。いや日経の日銀キャップが言うとなんか、ね、説得力ありますね。一般論でもあの言ってることだってあるかもしれないし、うん、それはでもしかももう今の日経に関しても今の報道とかは全然私もなんか分かんないので、はい、ひょっとして日銀が言ってるかもしれないですけども、まあ、普通に考えるとそのリスクとリターンの観点で言うと石丸さんが日銀総裁だったらそんなメディアにリークしないですよね。しないすることによって失うものの方が多いので、そこはもう常識的に考えるのはいいかな。なのでこうなんか分かりやすいリードで誘導するんじゃなくて、はい、なんとなくこう内輪で仰ぐみたいな感じでこうマーケットに浸透させてるイメージはありますね、うん、どういうことですか。中銀のその声明文もしっかりですし、うんうんうん、決定会合の後の総裁記者会見でも、うんうん、なんとなくこうちょっとずつ匂わせながら、うん、かといってマーケットが盛り上がりすぎてるところは時々こう勇めてっていう、うんうんうん、あの
何ですか、コミュニケーション能力って中銀総裁いりますよね、はい、そうですね。だからある日突然非連続に、うん、よし今もう利上げする材料が固まりましたってなるわけじゃなくて、少しずつ積もっていくわけですよ、うん、高橋さんが退職を決めた時のように、うんまあ、高橋さんもある瞬間で決まったかもしれないけど、うん、そうだからその徐々に積もっていく中で、その徐々に積もっていく様子って毎日毎日、今あの45点来ました、今日47点になりましたってそんな報告できないわけであって、はい、言葉でふわふわっとしながら、例えば物価が 2% の目標に近づいてる達成の自信みたいなのをじわじわって出していくわけですよね、うん、で記者の取材は当然受けてるわけです、うん、あの利上げしますよと言わなくても、いや、まあ、前回と比べて、こういう指標はこう良くなってきてるよねとかは言うかもしれないし、うん、やるとは言わないけど、まあ角度は高まってきてるし、これからもより議論していくんでしょうみたいな話はするかもしれない、うん、そういったふわっとした変化を、まあ、インプットした上で、うん、もちろんその政府とかいろんなところを取材したりとか、うんうん、あるいはその日銀が言おうとしてなくても、いろんなところから何か垣間見えることだってあるかもしれないじゃないですか、うんうんうん、例えば分かりやすい例で言うと、企業の不祥事があった場合、はい、企業って隠しますよね、はい、それでもどっかからバレることってあるじゃないですか、はいはい、それと同じように日銀が、積極的にリークしようとしてなくても、いろんな状況証拠から見えてくることはあり得る、だそういったことの積み重ねで総合的に、うん、利上げする可能性が高そうだと思ったら、うん、100.0% まで詰められなくても、あ、これは 80%90% あるなと思ったら、それに応じたような、トーンで見出しを決める、はい、みたいなことはあるんじゃないですか。あ、そっか、うん、観測記事ってさっきおっしゃいましたけど、うん、だからあのいわゆる政治の世界の観測記事ちょっと違いますね。政治の世界ってこう、うん、あえて反応を試すために出すじゃないですか、うん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 、そういう意図はなく、うん、って感じですかね。政治の場合はそれによるベネフィットは大きいですし、うんうん、別に政治家一人が考えていることがそのなんか特定の記者に言うこと自体がものすごく問題かっていうとそうでもないですよね。ただ日銀の場合は本当に重要な金融政策も世界を動かすことであり、うんうん、あの繰り返しですからマーケットを動かしちゃうんですよね、うん、これが変な形、例えば誤報であの為替が1円2円動いてしまったら誰かが何百億円で損することだってあるわけですよ。ということはそんな観測記事出すメリットないだろうと。あのやっぱりその観測記事によってマーケットにノイズが走ることは、うん、まあ、あまり良くないですよね。大事なインフラですから、うん、マーケットって、うん、で結果ですよ、まあ、そんな後藤さんと、ね、石丸さんに聞きたいのは、うんうん、まあ、もう端的に為替がこの後どうなるのかってことなんですけど、はい、いやだってさ2ヶ月前ぐらいですよ、みんな言ってましたよ、いや160円突破だってあり得るし150円を下回ることは今後やっぱり構造的にないんじゃないかみたいなこと言ってましたよ、うん、でなんか急にまた論調変わってきて、まあ、分かんないですよこっちは。え、どうなんですか石丸さん、為替今の後藤さんの話の延長ですよ。もう海外要因が風向き逆転していくんだったら、うん、またもうちょっと円高戻っていくんじゃないかなっていう気はしますよ。他一切分析しないですけど、はい、そうですよね。まあ、でも海外要因が一番大きくて、うん、海外の状況変化するんだったら、うん、150円より下になっていく可能性もある。全然今出てきてますよね、うんうんうん、何が変わったんでしょうか、アメリカの状況も、まあ、まあ今までだから利上げ傾向だったのが、まあ、利下げの方向に変わったっていうのは大きな、うんうん、アメリカが利下げしたら結局日本も円高になるってこと？かなりその影響があります。アメリカの金融政策が世界の基軸通貨ドルの価値を決めるんですよ、うん、利上げするぞって言ったらドル高になるし、利下げするぞって言ったらドル安になっていくっていう、はいはい、本当に基本のシンプルな分かりやすい力がそこにあるんですね。その向きが変わるときって、うん、あのドル円だけじゃなくてユーロドルも他の通貨ペアも大体釣れるんです、うん、同じ動きになる。でもめっちゃ勉強になるんです。っていうことは、まあ、さっき金利見るんだったらそのロイターとか日経とかの観測記事注意してた方がいいなと思ったんですよね。だけどアメリカの金利下げとかが関係するんだったらアメリカの FRB の観測記事出してるところを見てたらもうちょっと早く分かるわけですよね。まあそういうことですね。それどこですか？でアメリカのあそこでブルームバーグとロイターがやっぱり情報をメディアとしては早いですし、はい、でも彼ら自身も見てるのがアメリカの景気と物価なんですよ、はい、アメリカの経済を FRB がどう見て金融政策を舵取りするかっていう読み合いなので、うん、アメリカの景気と物価を見て FRB の予測をしている。そうなんですよ、うん、はい、なので結局みんなマーケット参加者ってアメリカ経済を見てるんですよ、うん、だからアメリカ経済ってみんななんとなく知ってますよね、うん、マーケット参加者、ね、見てない人いないですよ、はい、うん、あの日本にいるマーケット参加者も日本経済よりアメリカ経済の方が詳しいっていう人も結構多いぐらいですよね、うん、そこがでも一般の我々のこう個人投資家っていうんですかレベルだとそこまで見れない見てない人多いですよね。うん、まあでも個人投資家だともう最近増えてきてますよ。やっぱりここ数年で FOMC、うん、アメリカの金融政策を決める会合の注目度ってすごく上がって
たと思いますし、うん、それこそなんか FX やってる人なんて絶対見てますし、うん、日本株やるにあたっても、まあ、日銀は最近注目度上がってますけど、うん、ここ数年間でいうと日本株を見るにあたっても、うん、アメリカの金融政策の方が結構大事だったりしたので、うん、多分かなり広がってきてると思います。あの投資とかやってる人の間ではですね、うん、そんな金融リテラシー高くなっちゃってるんだ日本は。うん、なってますね。取り残されちゃってるんだけど俺だけやっぱり投資していてお金がかかってるとそれに対して調べようとする意欲は、うん、そうじゃない場合とはやっぱ違うんじゃないですかね。みんなブルームバーグとかロイター読んでんだそうですね、まあ、まあまあメディアだけじゃなくて、うん、その石丸さんさっきおっしゃったその FOMC の会合の時に声明出すんですけど、うん、その間にもあの FRB の幹部がいろんなところでインタビューを応じたり講演したりしてるんですね、うん、その都度、まあ、あの日銀文学じゃないですけど、うん、それぞれの幹部がそれぞれのトーンで話すんですよ。そうするとなんか FRB 中全体の雰囲気って、あ、だいぶもう利下げしてもいいっていう風な感じになってきてるなみたいなことを言葉のこう端々でみんな捉えながら、うん、マーケットも反応して動いてるっていうような感じですね。なるほどな、うん、なんかあのマーケットという生き物みたいな存在なので、はい、そことの対話が中銀の仕事なんですね、はい、で 今これから利下げの方ですけど、利下げの方は、うん、まあ、簡単というかあのまだいいんですけど、利上げ金融引き締めの方はマーケットがびっくりしちゃうことがあるんですね、うん、なので今の日銀とかすごい慎重ですね。そうですね、はい、思ったよりここで利上げすんのって なるとそれがショックになってマーケットがぐらついて利上げできなくなるっていうのが全然あるんですよ、うん、はい、で逆のパターンが金融緩和で、これは前の日銀総裁黒田総裁が、あのなんだっけ、バズーカでしたっけ、バズーカ、はい、ね、サプライズでどんどん仕掛けられたのは金融緩和だけなんですよ、うん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 、あれ金融引き締めでありえないです、ね、そうです、あのまさにあの金融緩和はアクセル踏む感じなのでサプライズでも割とこう歓迎されるわけですよ。でもやっぱり急ブレーキはマーケットも荒れますし景気も殺してしまうかもしれないので、これはまさにそうですよね。だからサプライズ緩和、サプライズ利下げあってもサプライズ利上げはこれは非常に良くないので、利上げするのであればこうまあ、リハビリじゃないですけど時間をかけて織り込ませていって実際やった時にはショックを起こらないようにするっていうのが大事なポイントですよね。あ、そうか、やるかもよみたいな、もうちょっと弱い言葉で100回ぐらいつぶやいておいて、そうです、そうです、でもう気づいたらやったのと同じ効果がちょっとずつ現れてる頃にやっぱりやりますみたいな。だからその、何にもない状況から利上げやるのを一歩だとすると、うん、あのフラフラとなんか 0.1 歩ずつ動いたりこうなってるうちに、昨日と今日でどう変化するのかよくわからないけど気がついたらだんだんこっち近づいて、うん、いつの間にかここに着地してるっていうのが、うん、まあ、綺麗なやり方ですよね。だからまどろっこしい表現使うわけね。そうそうそう、今の上田総裁という方はその、うん、なんだろうな、そのタイミングなんですよね、うん、黒田総裁は全く逆だったんで、うん、楽しかったろうなと思って自分があの日銀を特に見出したのが2010年とか、うん、でその直後あの黒田総裁に、白川総裁から黒田総裁という方に変わったんですね、うん、そこで一気にアクセル踏み出したんで、うん、あの時はすごかったですね。そうですね、白川さんのやり方と黒田さんのやり方は、うん、まあ、金融緩和だけじゃなくてそれこそコミュニケーションの取り方も全然変わったので、うん、まさに白から黒へみたいなこと当時言われましたけどね本当ガラッと黒田さんがあんま取らなかったんですね、コミュニケーションね。コミュニケーション取らなかったとかはサプライズ系だったのか、うん、で白川さんはもうある意味過剰なぐらいと言われるぐらい丁寧に説明して、はい、でいろんなリスクも細かく説明してっていう、まあ、あの大学教授っぽいみたいなこと言われることも多かったんですけどね、うんうんうん、例えば金融緩和するにしても、まあ、これはそこまで効果ないかもしれないとかこんな副作用もあるとかって言ってるうちになんかあんまりこうそのコミュニケーション自体で効果が弱まっちゃうみたいなことを言われることもありましたね。面白いですね、うん、で結果 今の段階ですよ、まあ、その状況、うん、アメリカの状況に変わると思いますけど、うんうん、今の状況でいくと結局円いくらぐらいになっていきそうなのかと、うん、まあ、あと、まあ、なっていきそうかと望ましいってちょっと違うじゃないですか、はいはいはい、本当は望ましいのはどこら辺なんですか、お二人の考える。石丸さんどうですか。あの望ましい水準って実はやっぱりないんですよ。長期的に見て例えば1ドル100円ぐらいが長いよねっていうのは、うん、なんか均衡点っぽく言える時もあるんですけども、はい、それってただ過去の水準に基づいてるだけなので、うん、長期的に見てここが望ましいのは不安はない、うん、ないっていうのが答えです。ほうほう、はい、ただ唯一言えるのは過度な変動はない方がいい、ゆっくりいった方がいい、はい、うん、ですね、うんうん、で過度な変動があったら、うん、日本であれば財務省が迷わず為替介入で止めに行くっていう、うん、これはまあ国際的にも認められていることなんで、それのなんだろうなテンポというかペースですね、うんうん、はい、でこれまではものすごいドル円が急上昇円安に進んでたんで
慌ててなんか最近も介入してたっぽいですね、はい、みたいですね、うん、この7月に、うんうんうん、で急なのを避ければいいっていうのが、まあ、アナリストの考えというか一般論としてはそう、ね、一般論としてはそう、はい、後藤さんどうですか。難しいですけどね、あの円安になればなるほど輸出企業儲かりますし、うん、観光産業儲かるので、そういう人たちにとればもう170円でも180円でもって感じですけど、うんはい、やっぱり今国民全体の頭数というか円安で困る嫌だっていう人の方がだいぶ多くなってますよね、うん、で実際やっぱ円安で食品もあの電気代もすごく上がってきてしまっているので、うん、今はやっぱりちょっと今というか、まあ、160円みたいな円安っていうのは、うん、日本国民全体としては、うん、やや良くないっていう感じだったんだと思います、うん、で今また150円台前半とかなってきてますけど、うん、まあ、日本全体として心地いい水準っていうのは多分130円から140円ぐらいなのかなっていう気はざっくりしますけどね。長かったんでしたっけ、120、30円が。いや、数年前までは100円から110円ぐらいでこううろうろしてたっていう感じですね、うん、はい、逆にそこまで戻っていってしまうと今度はその輸出企業が稼げなくなったり、うん、まあ、円安嫌だって言ってますけど、うん、あの2010年ぐらい前までは1ドル7、80円台だったりして、もう円高不況、円高不況、日本の60区の一つって言われてたぐらいなの で、うん、そうですね、まあ、水準によってはあのどっちもいい面悪い面あるってことだと思いますけどね、うん、ただまあ石丸さん言った通り急激な変動っていうのは良くないんですよ、うん、あの1年で20円とか動いてしまうとその企業の計画も立てづらくなってしまいますし、うんうん、やっぱりいろんな変動って大きすぎるっていうのはこれ国民にとっても良くないことなんですよね、うん、それはまあなだらかになればいいなとは思いますけどね。なるほどな、うん、まあ、そういうちょっと予測していく上で、まあ、急激な変動良くないと、うん、まあ、それ理解しましたと、うん、でまあ、もちろんなんかこう個人投資家としては予見可能性があった方がいいっていう意味で予見可能性のことをどう見つけるかみたいなおっしゃったんですけど、短期的なっていうかですね、ここ1年のやっぱ気になるところとしてはやっぱ大統領選1個あるなと、うんうん、で今回、まあ、いろんな専門家の方いますけど金融のこと、石丸さんにぜひと思ったのは、まあ、あの数字回って金になるっていう俺の目論見もありつつ、あ、大統領選の話をすれば、違う違う、あの石丸さん出せばね、まあ、それはテレビ屋の発想としてもあるじゃんあるんだけど、あるよもちろんだけど、ちょっと本当にリアルに気になるのは、石丸さんがニューヨークに前回赴任してた時、うん、まさにトランプ政権の時代だったんですよ。そうですね、そうだからトランプ氏の金融政策の考え方とか知りたい、はい、何年から何年、2016年の、うん、大統領選挙をまさに見てたんですよ。で、まあ、あの中央銀行 FRB 自体は独立しているのでアメリカも一応、うん、ただ影響は結構多分に受けると言われてますよね、うんうん、時にでもあの時は金融政策そのものというよりもやっぱりトランプ外交というか米中の貿易摩擦、うん、でそれによって実際物の動きで裏返すとお金の動きが変わるんじゃないかっていう、うんうん、あれがマーケットを結構ビビらせてた気がしますね。金融政策そのものというよりも外交政策が経済政策に対して影響が大きすぎて、もう具体的にそれまで普通は、うん、あの触らなかったところにトランプさんが無理やり関税上げてこれの輸入は止めますみたいなことを言い出して、それがまあ貿易収支お金の流れにダイレクトに効きますし、まずその米中の摩擦がそもそもリスクなんですね。マーケットが嫌がる、マーケットが荒れる要因になってたiPhone 売れないとかってなっちゃいますもんね、はい、うん、そっか、ってなると今回の、あ、そうか、基本的には金融政策の経済政策がでかすぎてそっち見ざるを得なかったと。他には何かトランプ政権の特徴ありました、マーケットとか。 でも、うん、まあ、どの大統領もあれかな、でも共和党の方が基本的に、うん、どうなんやかな、マーケットフェイバーなフレンドリーなところがあったような気はしますね。で、特にあの景気、要は利下げしろと、ドルは安い方がいいんだっていう嫌いはあの時もあった気がしますね。ただ今インフレ率が当時よりちょっと高いというか気になってるテーマなので、はいはい、アメリカ、はい、当時はインフレってそんな問題じゃなかったので、うんうん、別に利下げしてもそんなにこう副作用って出てこなかったりしたので、うんうん、まあ、やりやすかったとは思うんですよね。あと、まあ、金融業界が共和党と民主党どっち支持してるかというのはなかなか難しいところありますけども、はい、ただトランプ自身はやっぱり株高大好きだし、株高のための政策アピールとかしますし、うん、あとは金融業界の規制緩和っていうのも結構進めてきたんですよね、うん、そういう点では金融ビジネスのやりやすさみたいなものもあるので、まあ、どっちかっていうと多分共和党の方が、うん、ウォールストリートにとっては喜ぶ人が多いかもしれないですね。これまでも人にもよります、立場によるので 100% あの共和党の方がいいとかそういうことではないですけども、うん、はい、ってなると、まあ、あのトランプさんが、ね、前回と同じ政策の方向向くかどうかとなってみないと分かんないし、トランプがなるかどうかも分かんないです、うん、ハリスさんから、はいはい、でも、まあ、選択肢として可能性としてはトランプに可能性な 仮になったらどうなるってことですか、マーケットは。
数高で反応するのかなっていう、ね、どっちで見られてます。いやこれ両方あるんですよ。両方言う人が当然出てきて、うん、でもというのは米中の摩擦ネタが、はい、やっぱり出てくるんですよ。僕はあんまりもう出さないんじゃないかなっていう気がして、トランプ氏が、うん、米中の摩擦をあまり望まない、うんうん、だってもう2期8年2期目なので、うん、それより先がないってなった時に、うん、自分の功績を作りに行くった時に、うん、米中の話は今からまた再燃させたら最後仕上げられないんじゃないかな、4年では仕上げられない、うん、と思ったら、あえてその面倒くさい方じゃなくて、まあ、よく言われるのがウクライナの方紛争の終結、うん、介入して、まあ、ノーベル平和賞を狙っているかわからないですけど、うん、っていう方に向かうとしたら意外と外交面がマイルド、うん、でただ国内景気には当然元気出せよっていうエールを送るとすれば、うん、分かりやすい株高っていうのはあるかなっていう、うん、あそこ前回とは残された任期、まあ、前回8年できると思ってたから、うん、まあ、できるというか、再選するためにはやっぱりこれ有言実行だったり、その中国に対して厳しくやるっていうそのアピールはやっぱり必要だったわけですよね。次はもう参選がないの、3回目の当選がないので、ある意味そのアピールする必要性っていうのは1期目よりも乏しくなりますよね。まあ、あくまで当選すればという仮定の話ですけど、じゃ外交にはマーケットの混乱がひょっとしたら少ないかもしれなくて、それはでもそういうまさに政治的な発想ではそういうことを指摘する人は結構いますよね。そう、後藤さんはどう見てますか、トランプ。分かんない、うん、トランプになれば株高かどうかですか、うん、株高、マーケットにどういう影響が、これは本当分かんないんですよね、うん、前回8年前にトランプさんが当選した時って、うん、直前までヒラリー・クリントンが勝つっていう見方が圧倒的に優勢 で、うん、でそれでも万が一トランプさんになったら、うん、もうよく分からないことになると、今までの常識が崩れるっていうことで、まあ、すごいマーケット混乱するだろうって言われてたんですよね、うんうん、で蓋を開けてみればトランプさんが当選して、うん、その情報が出た直後は株が下がったりしたんですけど、その後メキメキ株上がってって、うん、で金利も上がってドルも上がってってってなったんですよね、うん、でやっぱりその財政出動とかもしっかりしたりしていて、結構アメリカ経済実際強くなったと、で株高をアピールするようなことも言ってたので株上がったんですよ、うん、結構事前にこう予想してるからということの通りにはなりづらいっていうのはみんな経験していて、うん、今回だから多分トランプさんがこうなったら株価こうなるって予測しづらいし、なかなか恥ずかしくて、うん、言ってもなんか外れそうって思う人が結構多い感じ、そうそうそう、当てにくいんですよ、うん、前のトラウマにちょっとなってて、逆に言っちゃったから、うん、いい面で言うと、まあ、多分その減税とかしてくるし、うんうん、金融業界にはフレンドリーになってくるでしょうしね、うん、で必要なことはものはこう口に出してアメリカの国益のために頑張るっていうふうになれば、アメリカ経済にとってプラスかもしれない。ただやっぱりその石丸さんおっしゃってたようなその米中対立みたいなものがもし強まるようであれば、これはやっぱりこうマーケットにとってネガティブな要因になってきますし、まあ移民強制送還みたいなことに、不法移民の強制送還とかになってくると、アメリカ国内で人手不足が強まってインフレが強まって、またこう利下げしづらいとか、そういう風になってくると株安要因なんですよね。だから格論で言うと株高材料と株安材料があって、じゃあ全部足したらどっちになりますかとか分かんないっていうのが正直なところですね。いやだ、面白いですよね、うん、ジャーナリストとアナリストのなんか仕事のなんかこうスタンスの違いみたいちょっと見た気がしてて、やっぱアナリストって結局分かりませんだとなんかちょっと怒られそうじゃないアナリストは予想出さないといけない、ジャーナリストは結構もうちょっと客観的に、ね、寄せますね。そうですよね、面白いなと思って、うん、A か B かどっちか、 C って言うなら A です、何ならばっていうのを、うんうん、で後藤さんおっしゃる通り、もういくつもある要因の中の、まあ、これとこれを組み合わせたら A よりかなみたいな、うんうん、それが自分のバリューになっていくんですね、うん、はいはい、少なくともピンポイントで例えば2024年末の為替レートはいくらですっていうメインシナリオはピンポイントの数字で出さなきゃいけないですし、アナリストの方は、で、うん、そのメインシナリオの整理をしなきゃいけないんですよね、アナリストですよね、はい、だから そのためにいるわけだもんねピンポイント、はい、総合的に見てもうちょっと引いた目線で見てるっていう、まあ、人ジャーナリストも人によると思いますけどね、うん、まあ、新聞社とかに勤めてるとそんなに、うん、絶対株高になるとかはなかなか言えないですけど、フリーの人とかだったら一つのシナリオをがっつり言う人とかも結構いると思いますけれども、うんうん、はい、面白いな。基本的 なんか考え方としては、トランプ氏は、まあ、アメリカ国内の製造業とかを強くしたいわけじゃないですか、うん、まあ、そういうところの労働、白人労働者が支持基盤ですから、そうですね、ということは簡単に言うとドル安を徹底的に望む、基本はその文脈で言うとそうです、はい、ちょっと簡単に言うと円高になりやすい、そうです、そうです、はい、だから冒頭の方で話しましたけど、トランプがそういうことをインタビューで言ってたので、うん、あーってなって円高のきっかけにもなったということですよね、うん、
アナリスト的には、まあ、さっきのちょっとだけストーリー教えてくれましたけど、トランプ氏によるマーケットとかの影響、ほかに何考えます？でも、まあ、まさに今のお発言にあった通り、うん、口先介入がアメリカの大統領のインパクトめちゃくちゃあるんです、うんうん、FRB という中央銀行が独立してると言いながらも、うん、大統領自身がどっち向いてるっていうのはマーケットを本当に震え上がらせるんで、うん、これを結構トランプさん前も言ってたかなっていう、っていうのを考えたら、うん、まあ、あの不規則な発言って読めないんですよ、マーケット。なので動かすんですよ、はい、毎回、はい、うん、事前の織り込みがない、織り込めないので、うんうんうん、意味ではなんかちょいちょい使うんじゃないかなと思う、うん、ただそもそも、まあ、あの当然他の債券市場とか株式市場他も動くんで、うん、あの全部思ってる通りにはいかないんですけども、うん、ただ為替に限って言えば割合ドル円っていうのは、うん、素直に反応しちゃうんじゃないかなっていう、うん、まあ、円高ない、うん、まあ、あとあまりトランプさんの話ばっかりしているとあれかもしれないですけど、やっぱトランプさんの特徴は前回の時やっぱツイッターをめちゃくちゃ使っていて、うん、でまあその文面見てると側近が文言を丁寧にしたわけじゃなくて本当にバーってつぶやいてるのが、それが突然マーケットをものすごく動かしたりしてたっていうのはこれ今までなかったパターンですよね。まあ今ツイッターアカウントないですけど、ご自身 の、 あの SNS で発信されてるので、まあそういう洗練されたというか、なんかこうある意味こう事前に準備された記者会見で綺麗に発表するんじゃなくて、うん、やや荒っぽいやつも X じゃなくて、まあ、トゥルースソーシャルとかだと思いますけど、で乱されるっていうのはこれ、まあ、なかなか先進国では普通あんまりないことなんですよ。だから、まあ、ちょっと違う感じになっちゃいますけど、うん、そのトランプ氏の人やばいとこいっぱいあると思うんですよ、その 議会のやつとか。だそのトランプさんの今のやるとそのエンタメ感はどうなんですか、政治としての、うん、なんかエンタメ感ありますね。急に X で気に高いわバカ野郎みたいなことつぶやくっていうノリですよね。だから石丸さんと通ずるとこひょっとしたらあるかもしれないですね、うん、石丸さんトランプさんどう評価してるんですか、政治的な手腕は。いや政治的な手腕か、いやでも一番評価が難しい人物だったなっていう評価をしてた。ニューヨークにいて、はい、なぜですか。さっきあった直前までヒラリーが勝つだろうって言われてて、うん、であれなんだっけ、オピニオンポールとかいう地元のアメリカの、うん、あれなんていうんだろう、世論調査があるんですよ、はい、でそれを見るともう大体これヒラリー勝つでしょっていうムードから、うん、でも実際はあれはなんだっけな、隠れトランプとかいう、うん、あの世論調査で答えたくないけど公には言えないんだけど、うん、本当は共和党でトランプ候補を応援してるっていう人がたくさんいたのがアメリカなんですよね、うん、あのアメリカ人でもそんな態度を取るんだっていうのがまず一つびっくりだったんですよ、うんうんうん、でその後のマーケットのリアクションもダメだダメだ大変なことになるとか言いながらなってねえじゃないかっていう、うん、結果、はい、で米中の話も結構かあれやっぱりトランプ大統領じゃなかったら、うん、あの中国の追い上げ猛追に結構国力そがれてたんじゃないかなっていう気はするんですよ。なるほど。見ててものすごいやり合いましたから、うん、あの時、うんうんうん、今なんか日本でほとんど報道されたくなっちゃったかなと思うんですけども、うんはいうん、でもあの時本当に中国経済が、あの 米中、うん、で中国とアメリカどっちが覇権握るんだみたいなところで譲れない戦いがあったんですよ、うんうん、その時にアメリカ人の心情としてこう強いリーダーというか、うん、でそれに応えるトランプ大統領っていうのが確かにあった気がするんですよ、うんうん、なんかそれを考えたらやっぱすごいリーダーなのかなっていう、うん、まあそれは対中強硬姿勢みたいなものは民主党の中でもある程度やらなきゃいけないっていうところもあったので、うん、そのトランプさんのあの姿勢は具体的な数字とかコミュニケーションの手法は批判する人もいるかもしれないですけど、うん、大枠では割と認めてる民主党の議員も多いんですよね、うん、そういう方向に舵を切らざるを得なかったっていう。そう、あの中国に対する強硬な姿勢っていうのはこの程度差がどこがベストかは人それぞれですけどね、うん、あの大枠自体は割と評価してる人は民主党の中でも多いんですよね、うん、アメリカってやばい国ですね、まあ、その中国 の、 その経済台頭してきたら、まあ、ヘゲモニーって観点から徹底的に潰すし、うん、日本もまあ1980年代後半結局なんですけども徹底的に潰したじゃないですか。やばい国じゃないですか本当に、うん、でも国家としては割合正常なのかなという思いがあります、まあ、国家としてはね。国家としてはそれはつまり自国を守るっていうのを本能的にみんな共有してて意識を、うん、日本がなさすぎるだけで、はい、他の国は言葉はいろいろありますけど愛国心という感情はあるんですね、うん、自分の国そこに自分の生活が根ざしてるものを守るっていうのは、うんうん、その時にアメリカ人は全員アメリカファーストなんです。
これは譲らないんですよ、共和党も民主党の支持者も、うんはい、ただやり方が方法論が右なのか左なのかっていう違いだけであって、うんうん、その意味でトランプ大統領というのはきっと民主党の方からも支持を一定程度評価を受けたっていう存在、うん、でなかなかそういう大統領って今までなかったのか、まあ、あの国内が例えばその前にレーガン大統領とかもっと印象的なのはケネディ大統領とかっていうのはやっぱりところどころで時々で出てくるんですけど、歴史的な国難の直後、はい、うんうんうん、でもある意味トランプ大統領っていうのはなんかその、うん、本当いろんな巡り合わせで出てきた方でまた登板してるからすごいなと思いますね、うん、なるほどな、そっか、国難直後じゃなかったにもかかわらずその対中政策も含め一定程度民主党からも支持があったから、うんうん、面白いな、うん、でもずるくないですか、やっぱそんなことできるのはアメリカだけじゃないですか。そのアメリカが第一だから俺らの都合よく世界をやるんだ力でみたいなのって、まあ、できる人は中国ぐらいで、まあ、日本とかヨーロッパはそんなことできないですからね、まあ、だからそこはある意味あのそのさっき言ったのも程度問題であって、うん、トランプさんは相当荒技でやってきて、はい、それまでのこうなんとなくあった国際ルールみたいな秩序を乱してでもね、うん、やってきたので、うん、まあ、そういう知識層とかからは結構嫌われることも多かったっていうことですね、うん、そんな何層、まあ、知識層、そう、まあ、エスタブリッシュメントとかそういう、はい、まあ、あのなんて言うんでしょう、うん、これまでこう国際秩序っていうものをこう大切に築き上げた人たちからするとですね、うん、手法については反発されやすかったっていうところはあったっていうことなんでしょう、うん、ただまあそれぐらいのこともやらないと物事を動かせないっていうところもあるので、うん、まあ、評価いろいろあるってことじゃないですか、うん、で、まあ、トランプさんの支持がそれなりに高いっていうのは、うん、やっぱり強いリーダー、強い人、海外の人と戦っていける人ってなるとやっぱトランプさんじゃないかっていうふうに見る人が相応に多いってことなんですよね。私は別にどっちか支持してるってわけではないですけど、うん、アメリカのそのウォール街にいたじゃないですか、ウォール街ですよね、ニューヨークか、ニューヨークですね、はい、ウォールストリート、ウォール街もあるんですけど、それ実は職場ちょっと離れてたんです、うんうん、ニューヨークでマンハッタン、はい、マンハッタンの中ですけど、もっといたんですか、はい、よく飽きた方行けましたね。飽きた方が自然も多いっていいけどね、飽きた方も自然多くていいけど、マンハッタンから飽きた方ってすごいまたなんか違うジャンルがね、違う、そうですね、うん、世界観は違いましたけど、それちょっと一瞬面白くなっちゃいましたけど、まず置いといて、なんかこうニューヨークにいらっしゃったからアメリカのちょっと世論の空気知りたくて、アメリカの中でそのなんつうかな、反知性主義というか、うん、そういうものの空気ってどういうところにあるのかちょっと知りたくて、知性ってインテリジェンス、インテリジェンス、やっぱ、うん、森本谷さんっていう人が反知性主義って本書いてて、アメリカで常に反知性主義と知性主義を揺り戻してきたと、うん、まあ、民主党的なものが知性主義かもしれない、そういう時代もあったし、共和党的なものがちょっと反知性主義だった時代もある。でそれを古くから言うとこう教会を信じられるか信じられないかみたいな歴史がずっと連綿とあるというふうな本を読んだんですよ。へーと思った。で、まあ、でもここ最近特にエスタブリッシュメント、さっき言ってたの人たちがあまりにやっぱやりたい放題だから、うん、まあ、いろいろやりたい放題ですね、自分たちの都合のいいようにやっちゃってるから、まあ、大衆はエスタブリッシュメントとか、まあいわゆるエリート層、官僚とか、うん、ゴールドマンサックスみたいな人たちのやったこと信じられなくなっちゃってるみたいな空気がトランプを生み出したみたいな説明を読んだんですよ。やっぱその反知性主義的な反インテリジェンみたいな空気ってすごい強いものですか、大衆レベルでは。これがね難しいんですよ。まず、うん、ニューヨーク、皆さんイメージするニューヨークって、うん、だいたいマンハッタンっていう島、一周50キロ60キロの島を皆さんニューヨークだと認識されるんですけど、うん、そうです。ニューヨークシティ、ニューヨーク市っていうのはまずもっと広いんですね、うん、でさらにニューヨーク州って言ったら北はあれかな、五大湖までつながるような積雪3メートルとかのところまでニューヨークって広いんです、奥多摩みたいなとこだ、そう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 、うん、っていうのがニューヨークであって、うん、そのマンハッタンの島の中の雰囲気で、うんうん、やっぱりアメリカは語れないとか語っちゃいけないんだなっていうのは、超少数ですよね、こんなんなんか、うん、アメリカ人の中でもアッパー中のアッパーですよ、うん、で片やラストベルトって言われる、うん、まあ、工業地帯、うん、まあ、かつて栄えてて今ちょっと元気ないような8マイルの舞台みたいなところね、あ、そうそうそう、うん、ああいうところ行くと、うん、車のナンバーにアメリカって文字が書けるんですね、うん、そしたら「コール・イズ・ライト」って書いてあって、うん、石炭は光だって書いてあるんですよ、うん、今も今の時代ですよ、うんうん、っていうぐらいこう解雇主義というか、うん、田舎のそれこそなんかすごい昔のなんか窓もなんかボロボロの車をなんか運転してるおっちゃんとかが、うん、普通になんかビール飲みながら運転してるみたいな、うん、いうのがたまにあるような、うん、牧歌的な世界がアメリカって意外に後半にあるんです、うん、その時に僕が見てたのはニューヨークでしかないので、うんうん、なんかアメリカ人の平均がどこにあるか僕は結局わからなかったです、うん、ただ選挙見ると
なんかこっちに行ったりあっちに行ったりっていうする、うん、なんかその大きさダイナミズムっていうのは確かに感じましたね、うんうん、なんかそうですね、ドキュメンタリーとか見ると、まあ、メキシコとの国境のあたりとかって、うん、まあ、なんかその何警察呼んでも1時間じゃ来ないから、うん、自分たちで銃持って強盗殺すしかないみたいな、うん、こうなんかちょっと先進国とは思えないような状況で生きてる、 だからまあ結構銃が絶対擁護されるような社会ではあると思うんですけど、ね、ちょっと混沌としてるじゃないですか。っていう中で日本よりもやっぱそのなんかこう一定に対する信頼が薄いのかなと思ったんですよね、まあ、日本ってそこまで警察呼んで2時間来ないから銃持って撃ち殺しますみたいな発想ないじゃないですか、うん、インテリジェンス、そう、そうですね、なんて言うんだろう、あの感覚、日本人の方が日本人とか日本国という、うん、国は違うか、でもなんか民族的な意識は日本人の方が強い気がしますね、国というか人の方に意識が向かって、でもアメリカ人というものを彼ら定義してないと思う、それこそ、うんうんうん、いろんなやついるよねみたいな、まあな、イスラムの人もいますしね、うん、宗教も違えば人種も違う中で、あ、いろんなやついるよねっていう、ただアメリカ国家というのは意識をしてるのかなっていうか、だから日本人とちょっと捉え方が違う気がしました。なるほど、お父さんどうか聞きたくてっていうのは、今この後質問したかっていうと、うん、となると結局そのインテリの人たちはソフトランディング望みますよ、だって自分たちが、まあ、あんまり損したくないから、あのエスタブリッシュメントは、ただ帰ろって強く思ってる人がやっぱ規定に相当いるんじゃないかなっていう仮説があって、うん、こうアメリカこう深く見てないですよね、うん、英語できないし、ただまあ日本語で書いてある文章とか、ね、ドキュメンタリー見ると実はドラスティックな変化望んでる人が大衆なんじゃないかと思っちゃうところがあって、後藤さんなんかどう思いますか。まあでもここ10年15年そうなんじゃないですかね、やっぱり、うん、格差って経済格差すごく広がってますしね、うん、だからそのヒラリートランプの時でヒラリーさんが負けたのも、ヒラリーさんはまあエリートの象徴のようにやっぱり受け取る人が多くて、うん、女性からも意外と票が入らなかったっていうところもあったと思うんですよね、うん、で格差は本当に年々広がってますし、うん、あの株がこれだけ上がってるとものすごい富裕層がもっと富裕層になってるっていうことはある一方で、アメリカ人ってみんな株やってるようなイメージあるかもしれないですけど、全く株も持ってない、銀行口座すら持ってないという人もかなりの割合でいたりするんですよね、うん、だからそれがまあ大きな差になってますし、そこに来てのやっぱり大事なのがインフレであって、今のインフレって特にその食品とかあのエネルギーとかガソリン代とかですね、あの生活必需品が上がってるわけなので、やっぱ苦しいわけですよ、暮らせない、うん、だからやっぱりそのそれがまあ反エリートっていうことに単純に結びつくかわからないですけども、うん、低所得者層の不満っていうのは相当強まってますよね、うんうん、でまあ、世界的にも、そのポピュリズム的なところが欧州でもだんだん力を持ってきてるっていうのも、やっぱりヨーロッパでもインフレが影響してるってよく言われますし、だその結果が今回どう出るかっていうところは注目したいですね。だからやっぱりインフレって大統領選においてもすごく大きなテーマだと思います、うん、ちなみにトランプやったからあれですけど、ハリスになったらどうなっちゃうんですか。また話がすごい広がりますけど、うん、まあまあでも副大統領が誰になるかっていうのも注目されてますよね、ハリス氏の、うん、石丸さんはどう思いますか。今ハリスさんの名前が出て、なんかちょっと支持巻き返したみたいなニュースが出てましたね、はいはい、だそうですね、だからトランプで間違いない的な感じでやると若干ちょっとあのバランス悪いかもしれないですね、うん、人間ってやっぱ意外なこと言うと楽しくなっちゃうからやっぱそうなんですよね、ここ出てきたらやっぱハリスさんってなるのがやっぱ人情ですよね、うん、なんかよっぽどあのバイデン大統領に不安を覚えてたんだろうなっていうのが、現職であれだとやっぱ不安になると思いますよ、そこは4年続くわけですからね、うん、た時に、まあ、ハリスさんになってちょっと民主党支持者は間違いなく一安心しただろうし、うん、ただそれこそ支持が広がるのかとか、うん、残りの時間も限られてるじゃないですか、あともう3ヶ月ちょっとですからね、うんうん、っていうのは、まあ、本当読めなくなってきたかなっていう意味で見てる方としては楽しいですけど、うん、草の根の支持が広がるかどうかっていうのは、うん、まあ、未知数である。でちょっとアメリカ経済についてねガチな話聞いちゃったんで、はい、まあ、ちょっとあの金融、せっかく金融マンだったんですか、はい、なんかあの結構銀行に入るキャラに見えないんで、うん、そもそもなんで銀行入ったのかとか、どんな仕事してるのか、めちゃくちゃ硬、ね、い感じじゃないですか、うん、まあ硬いけど硬いし、なんか銀行っていかにこう年功序列だとか、はい、そういう稟議を通すとかって求められそうなので、うん、なんか石丸さんだとなんかいろんなところで切れまくってそうな感じがあるのでなんか1年ぐらいで辞めちゃってもおかしくないんじゃないかっていうイメージを勝手に持ってるんですが、あれが先人の見てる顔がキャラなのかどうかも含めですけど、はい、そうだ、どんな銀行、なんで銀行入ったんですかそもそも。具体的にこうどういう仕事をするかとかまで見えてたんですか。家にそんなお金がなかったんで、無邪気に高校生の時
は医者になりたかったで、ちょめっちゃ意外です。すごい堅実ですよね。いやもう単に金で苦労したくないなって。めちゃくちゃ意外すぎてちょっと突っ込む言葉が。石丸さん当時はもう半沢直樹みたいにこう上司にもう噛みついたりとかそういうことはあんまなかったんですか。時々しかしてないです。時々してたんですか。銀行員の仕事にこうなんかもう飽きてたとかネガティブな理由っていうのはあんまなかったわけですか。なかったですね。銀行だし金融という世界がすごい好きだったんで、なんかこう刺激的だし、はいはいはい、合理的なんです、うん、だから自分の感性としては政治よりよっぽど合ってます。気持ちがいい、好きです。また戻ることもあるかもしれないですか。